のボケが。かかってきやがれ。俺の番だ。よし、やるぜ。ほら。向かうところ敵なしだな。コツつかめたんじゃねえか。ぶっつぶす。さっさと始めようぜ。俺の番だ。来やがれ。なめんなよ。受けてみな。できじゃねえか。よし、上昇上昇。そこのお前、許さないぞ。かかってきやがれ。俺の番だ。ところ敵なしだな。もしもし、あなた。おいてめえ、後悔するな。さっさと始めようぜ。俺の番だ。ガツンと行くぜ。受けてみな。はあ、一心の出来じゃねえか。文句あるのか。頭にきたぜ。かかってきやがれ。よし、やるぜ。ハドお、うん、俺の番だ。ご苦労さ。向かうところ敵なしだな。全然、今来たとこです。もう、なんで敬語なのよ。それにしても、今日は随分おめかししてるじゃない。あ、これ、みんなに見繕ってもらってよ。変だったか。ううん、いいと思うよ。さ、どこ行く。おう、まずはなさい。また来てくださいね。ああ、ここも満席か。
まあお昼時だし仕方ないよね。他のお店に行ってみよう。すまねえ、これで候補の店は全部なんだ。ああそうなの。こんなに混んでるなら予約してくればよかったね。すまねえ、気が回らなくて。さっちゃんはどこか行きてえとこねえのか。そうね、ま、あるにはあるけど。おお、そんならそこに食いに行こうぜ。ああ、でもご飯じゃなくて。え、どこなんだ。そんなの言わなくてもわかるでしょ。一番もさっきから落ち着かない様子だし。からずっと歩きっぱなしだしね、寄ってこうよ。あれ、てっきり一番も同じ気持ちだと思ったけど違うの。そんなこんな明るいうちから。昼とか夜とか関係なくない。とにかく私もう我慢できないのよね。でも気軽にそういう場所に行ったりしたのか。まあそうね、いつもこんな感じだけど。もしもさっちゃんの大切な人が同じ行動をとったらどう思う。まあ確かに褒められたことじゃないわよね。そういうことさ。だから気軽にホテルなんかに。は？ホテル？何の話？え？違うの？タバコの話に決まってるでしょ。タバコ？この先に喫煙所があるから一服しようって話よ。そうだよな。もちろんタバコの話だって分かってたよ。行こうぜ喫煙所。一服して落ち着きて気分だ。大丈夫？一番。そういや、難波ってメガネ外したらどんな感じなんだろうな。どうしたの急に。いや、そういえば見たことねえなと思ってよ。ああ確かに、どんな感じなんだろう。案外イケメンだったりしてな。それはなんちゃんに失礼だよ。でももうちょっと綺麗にしてもいいよね。髪の毛もセットしてさ。だよな。今度難波改造計画でもやってみようぜ。足立さんも誘ってよ。いいね、楽しそう。楽しみだぜ。もしかして私とデートするよりなんちゃんや足立さんと過ごしたかった。え、だって一番ってなんちゃんや足立さんの話するときすごく生き生きしてるから。いや、そんなつもりで話したんじゃねえんだよ。ただその共通の話題をと思って。冗談よ。お、そうだ、なんちゃんと足立さんの話で思い出したんだけど、前にあの二人が神内駅の近くに
面白そうな店があるって教えてくれたんだよね。今から一緒にそこに行ってみない？おお、いいな。早速行ってみようぜ。すごいね、この立派なカウンター。ヒノキかしら？おう。どうかしたの？一番。いや、難波とは足立さんの紹介の店っていうから、てっきりもっと大衆的な店かと。あの二人も多分来たことはないわよ。ただここに雰囲気の良さそうな店があるって言ってただけ。早速注文しようよ。おう。じゃあメニューを見ようぜ。じゃあ私これにしてみようかな。すみません、純国魚の煮物をください。お客さん、それはね、春告げ魚って読むんですよ。そうなんですか。すみません。うわ、やっちゃった。恥ずかしい。じゃあ俺は何を頼もうかな。案外ちゃんとした和食って来たことないんだよな。どれどれ。ほう、肉料理もあるのか。え、なんかおかしいこと言っちまったか。ううん、一番のそういうさりげない気遣いが嬉しいなと思って。お客さん、注文どうしますか？じゃあ俺はがっつり肉系でいくか。この川豚ってのを頼むぜ。川豚？ほら、メニューに書いてるだろ。お客さん、それね、フグって読むんですよ。え、これでフグ？どうやらお二人とも漢字は苦手のようですね。二人して恥かいちゃったわね。ああ、いや、これは失礼しました。確かに和食の漢字は難しいものが多いですからね。ちょうどメニューに振り仮名を書くか悩んでいたところです。お二人にはお詫びの印にデザートのあんみつをサービスしますよ。え、私あんみつ大好きなんですよ。嬉しい。漢字も間違えてみるものね。ナイスアシストよ、一番。いやー、案外うまいもんだな、割烹料理ってのも。ほんと、美味しかったわね。こんな機会でもなければ一生行かなかったと思う。ありがとね、一番。そうか、喜んでくれたんならすげえ嬉しいぜ。きゅ、やっば。どうしたんだ。向こうから歩いてくる男の人いるでしょ。あの三人組か。先頭を歩いてる人、田中って言うんだけど、以前私の指名客だったの。さっちゃんのキャバクラの？
うん、 IT ベンチャーの社長で羽振りが良かったんだけど、ちょっと度が過ぎてさ、他の客に紗恵子は俺の女だなんて吹聴するからお店を出禁にしたの。だけどその後も店の裏口で待ち伏せされたりして、だから私田中に彼氏がいるって嘘をついたくらいよ。だいぶ立ちが悪いな。ええ、だけど田中は、君は嘘をついてる、彼氏なんかいないはずだって言い張って、今でも時々店の裏で私を張ってたりするのは。田中が超ポジティブなのか、さっちゃんの嘘が下手なのか、わからないけど、人を見る目には自信があるとか言っててさ。そうだ、ちょうどいいわ。一番、ちょっと協力してくれる？え？うまく演じてよね。いかにも私の彼氏って感じで。え？彼氏？そんな、急に。あれ？紗恵子さん、偶然だね。何してるんだい？何って、見たらわかるでしょ？彼氏とデートしてるのよ。彼氏？そのおじさんが？どうも紗恵子さんとお付き合いさせていただいている春日一番と申します。ちょっと声で帰って。これで信じてくれた？私が彼氏持ちだってこと。信じるわけないでしょう。僕は人を見る目だけは誰よりもあるんだ。彼は紗恵子ちゃんと釣り合うような男には到底見えないよ。あんたが紗恵子さんの彼氏？仕事は何をしてるんだい？まあ一言で言えば、いろんな連中の相談に乗って解決に導いてやることかな。ほう、コンサルタント業か。ま、悪くない仕事だ。どんな企業の面倒を見てるんだい？企業ってよりは個人の相談に乗ってる感じだな。ファイナンシャルプランナーか。確かにこれから先成長が見込める業種だ。しかしそれならなんで紗恵子さんをキャバクラで働かせてるんだい？僕が彼氏なら何かしら資格を取らせて、とっとと水商売からは足を洗わせるね。あ？キャバクラの何が悪いんだよ。キャバ嬢なんて将来性もなければ世間体も悪いでしょう。バカ言ってんじゃねえよ。人が真剣に向き合ってる仕事にケチつけるんじゃねえ。情熱ってな、どんな資格にも勝る将来性なんだ。どんな仕事だって真剣に向き合った先には必ずいい未来が待ってるんだよ。それを応援しねえで何が彼氏だ。一番応援？それが何になるってんです。無駄だとでも言いたいわけ？バカね、あんたは。自分の夢を応援してくれる人がいることで気持ちが救われるわ。そして頑張って困難を乗り越えようって思えるの。私が恋人にしたい人はそういう人。一番が彼氏で本当によかったわ。まさか紗恵子さん、本当にこのおじさんが彼氏だっていうのか？さっきからそう言ってるでしょ。そんな俺がこんなゴミみたいな男に負けるなんて。敗北を認めて今後は私に付きまとわないでくれる？ああ、約束するよ。ただし
お前ら二人にお灸を据えてからだ。はあ？よくも俺の恋心をもてあそびやがってぶっ潰してやる！後悔するな！かかってきやがれ！来なよ！ガツンと行くぜ！よし、やるぜ！ふっ！私の番！敵なしだな。コツつかめたんじゃねえか。おくそ、何しやがんだ。ゴミにはゴミ箱がお似合いだ。くそ、最後まで悪あがきしやがって。だけどこれであいつがさっちゃんをつけ回すこともなくなるだろう。ありがとう一番、名演技だったよ。特に最後のアドリブなんて驚いちゃった。いいってことよ。だけどせっかくの一丁らが汚れちゃったわね。ごめんね、私のせいで。気にすんなって。でもこのままってわけにもな。すまねえけどちょっと待っといてくれるか。服着替えてくる。うん、じゃあ待ってる。おう、すぐに戻るぜ。悪い、自販機見つかんなくてよ。ううん、ありがとう。最初どうなるかと思ったけど楽しかった。ありがとうね一番。そうか、そりゃよかった。一番？あのよ、俺は元ヤクザだし、足洗った今も貧乏暮らしで毎日ピーピーしてる。ちょっと、いきなり何？バカで勉強なんてできた試しがねえし、沢城の頭にはずっと間抜け間抜け言われてた。でもよ、今はなんとか定職にもつけて仕事は真面目にやってるつもりだ。職場の評判も悪かねえと思ってる。体はとにかく丈夫な方だし、そりゃ桐生さんとかとは比べようもねえけど、まあ腕っぷしも弱かねえとは思う。酒もタバコもやりすぎることはねえ。ギャンブルもまあやらねえとは言わねえが、たしなむ程度なもんだ。こんな大して取り柄のねえ俺だけどよ、さっちゃんのことは
俺が命に変えても幸せにしてみせる。だから、だからよ、サッチャン、俺と結婚してください。一番男カスが一番、この先何があろうともサッちゃんのこと守り抜いてみせるからよ。サッちゃん、女なのにすげえしっかりしてて弱いとこ見せねえけど、仕事して親父さんの世話して妹さんのことも気にかけてすげえと思ってる。でも一緒になったらもうそんな苦労は俺がさせねえ。親父さんの世話も手伝うし、妹さんのことでもし困ってることがあれば俺も力になる。なんなら俺が稼いでみせるから、さっちゃんは家庭に入ってくれてもいい。だからって当然家のことを任せっきりにはしねえ。掃除洗濯炊事買い出し何でも手伝うぜ。いずれ赤ん坊を授かったらガキの面倒も任せといてくれ。そんでガキも一緒にいつか大家さんの墓前に報告するんだ。こんな幸せな家庭を築きました。だから天国のおやつさんもどうか安心してくださいってよ。さっちゃん、ありがとね一番、今日は楽しかった。ちょっと待ってくれよさっちゃん。俺何かまずいこと言っちまったか？ううん、別にそんなことないって。でももう帰んなきゃ、明日お店のことで早いし、一番も早起きしないといけないでしょ。じゃ、お互い頑張ろ。それで返事は？初デートでプロポーズするバカがあるかよ。奥手がテンパるとこういうことになるんだな。面目ねえ。まあけど肝がられるだけならわかるけどよ、それでさっちゃんが怒るとは思えねえんだよな。いや別にさっちゃんは怒っちゃいなかったって。ただ急に今日はもう帰るねって。バカ、それが怒ってるってんだよ。それも大激怒、怒発点を作ってやつだ。ああ終わったな、こりゃゲームオーバーだ。生阿弥陀仏、生阿弥陀仏。ちょ、そんなこと言わねえで助けてくれよ。俺はもう何が何だかわけわかんねえんだよ。デートの最中はうまくいってたんだよな。ああ、そりゃ最初は俺がテンパっちまってあれだったけどよ、途中からはさっちゃんすげえ楽しそうにしてくれたと思うんですけど。いや今となっちゃあん時からとっくに愛想つかされてたのかも。もう全部がわからなくなってやがる。疑心暗鬼モードだ。これが浜の英雄とはな。もしそうならさっちゃんのことだ、さっさと見切りつけて途中で帰っただろう。となるとやっぱプロポーズで相当まずいこと言ったんだろうな。お前何言ったんだよ、ちょっと今繰り返してみ。え、今恥ずかしいんだけど。バカ、何言ったか分かんなきゃ相談に乗りようがねえだろう。ほれ、先。まず最初に、自分がヤクザ上がりで貧乏してるとか頭悪いとかあるけど、
今は真面目に仕事してて、酒もタバコもギャンブルもそんなにしねえって、確かそんな感じのことを言った。まあ別にそこに引っかかることはねえ気がするな。で次は、次はそんな取り柄のない自分だけど、さっちゃんのことは俺が幸せにしてみせる、だから結婚してくださいって。なんだよ、早速来たな。あのな、一番さっちゃんみたいにバリバリ働いて自分の人生貫いてる子が誰かに幸せにしてやるなんて言われて嬉しいと思うか。あ、まあおめえにそんな意図がねえことくらいはわかるが、プロポーズでそれっちゃ致命傷だな。原因はもう分かった感じするけど、それから何か言ったのか。その次は、さっちゃんが女なのに仕事とか家族の世話とかすげえしっかりしてて偉いなって。おいおい、今時女なのにはまずいぜ。え、そうなのか。女だからとか女なのにとか、女に限らず性別で決めつけるような言い方にムカつくやつは最近特に多いだろう。そうだったのか。あちゃ、踏んだ地雷は一つじゃなかったか。こりゃ嫌な予感がしてきたぞ。俺もだよ。でその後は。あとは親父さんとか妹さんのことも気になってるだろうから、俺が稼ぐからさっちゃんは家庭に入ってくれてもいいって。バカ野郎、楽させてやりてえってことなんだろうけどよ、さっちゃんが金だけのためにキャバやってるわけねえだろ。そんなことくらい俺だって分かってるよ。でもそう誤解されてもしょうがねえ言い方になっちまってるって話。いくらテンパってたからってもうちょっと言葉選べなかったのか。ねえ、あー、くそ、昨日に戻って全部やり直して。まあ出せる海は出し切っとくとするか。その後は何か言ったのか。それから、もしさっちゃんが家庭に入っても俺も家のことも手伝うって言って、そんで将来ガキができたら3人で親父さんの墓参りに行こうって。それで打ち止めか。他に余計なこと言ってねえか。ああ、これで終わりなはずだと思う。最後に畳みかけてきやがったな。家事を手伝うって言い草、これも相当地雷ワードだぞ。家事は女がするものって先入観の表れだと思われるからな。さらによ、赤ん坊ができたらってのも人によっちゃ結構危険な言葉だぞ。赤ん坊のできねえ夫婦だっているし、結婚イコール子作りってわけでもねえんだ。そんでとどめに赤ん坊と荒川の墓参りか。荒川への高校目的に結婚しようとしてると思われかねねえ。おい、嘘だろ。俺の言ったことは何から何までまずかったのか。最悪だ、俺はもうどうしたらいいんだ。まあ謝るしかねえな。そうだな、愛想つかされてるかもしれねえが、何もしねえわけにもいかねえわな。そうだよな、ちゃんと謝らねえと。
おう。あばよ。楽しませてもらおうか。かかってきやれ。よし、やるぜ。はあ、なに、向かうところ敵なしだな。ただじゃ済まさねえ。さっさと始めようぜ。よし、やるぜ。はぐ、はぁ、一心の出来じゃねえか。やってやるぞ。かかってきやがれ。俺の番だ。向かうところ敵なしだな。よし、上昇上昇。泣き言言っても遅いぜ。さっさと始めようぜ。よし、やるぜ。はぁ、一心の出来じゃねえか。あ、さっちゃん。おお、一番じゃん。偶然だね。いや、探してたんだ、さっちゃんのこと。一昨日のことちゃんと謝りたくてよ。え、謝るって何が？俺、全然さっちゃんがどう思うかなんて考える余裕もなくて、ひでえことばっかり言っちまってた。それを謝りてえんだ。ひどいことなんて一番言った。あの後は足立さんとナンバに話聞いてもらって、何が悪かったかようやく気づけたんだ。まずさっちゃんのことは女なのにとか変な決めつけしちまってた。それにさっちゃんが真剣にキャバやってることなんてとっくに分かってるのに、結婚したら仕事辞めるのもいいとかふざけたこと言っちまって、それに家事を手伝うだなんて花から家事とかをさっちゃんがやって当然みたいな言い方、まだあるガキができたらとか子供作るのもさも当たり前みたいな話をしてた。そんでおやっさんの墓参りに行っておやっさんを安心させたいとか、その気持ちは嘘じゃねえけど結婚がおやっさんのためみたいなことを。テンパってたとはいえ、俺はさっちゃんのこと何も考えられてなかった。本当にすまねえ、さっちゃん。なあに、そんなことでわざわざ謝りに来てくれたの？バカだなあ、私そんなこと気にしてないって。でも確かに最近そういうのデリカシーないって風潮あるけど、別に気にしないって。
私が何年キャバでセクハラクソ親父たちの相手してると思ってんな。でもよ、なら、なんで。いや、私たちってちょっと変わった出会い方したじゃん。ある種運命共同体っていうか、同じ修羅場を何度もくぐってきたから、なんか一緒にいて当たり前みたいな感じにいつの間にかなっててさ。ただそれって男女の間柄としてはちょっと変かなって。だからお互い普通の友達の距離感に戻った方がいいと思うんだ。心配しないで、一番とはこれからもずっと友達だから。さっちゃん、そんなわけだから一番も変なことでくよくよしないで。前も言ったけど、お互い頑張ろ。じゃあね。よし、今日も仕事頑張るか。おはようございます。春日くん。おはようございます。今日もよろしくお願いします。ちょっと今いいかな。え、前にやった倉庫の整理とかすか。任せといてください。いや、ちょっと伝えたいことがあって。会議室行こっか。え、はい、わかりました。え、契約終了。いや、参っちゃったよ。来月末が更新タイミングじゃない。なんなら給料アップを申請しようと思ってたのに、昨日市役所から更新 NG って連絡が来てさ。あの、俺の働き方で何かまずいとこがあったんですか。あ、いや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 、春日君は本当によくやってくれてるよ。だけど市の財政がいよいよ厳しいらしくてね、どうしても派遣の人から切っていくしかないみたいでさ。そうなんですか。わかりました。今までこんな俺を雇ってくれてありがとうございました。今月いっぱいってとこすかね。春日一番、最後の一日まで全力で働かせてもらいます。いや、出勤はその今日で最後にしてもらいたいんだ。有給の消化ってことすか。確かに取ってないですけど、さすがにそんなに残ってないですよ。ああ、それは大丈夫。足りない分も特別に有給って形で処理してくれるって、すごい特別待遇だよ。そんな悪いっすよ。わざわざ特別扱いなんてしていただかなくても、俺全然働きますから。とにかくごめん。これも上の方で決まっちゃったことでさ、今まで本当にありがとう。で、わかりました。改めて今までお世話になりました。ありがとうね。
そう。ありがとうございます。すんませんでした。ありがとうございます。別に元に戻るだけじゃねえか。よし。あれだよな。はい、あれっすね。間違いねえっす。やっと帰ってきた。お帰んなさい、春日さん。え？誰だお前。取材させてくださいよ、春日さん。巷で話題になってるあの件に関して。あの件？元ヤクザから金取ってヤバい仕事斡旋してるって件ですよ。詳しく聞かせてくださいよ。なんだそりゃ。またまたとぼけちゃって。ヤクザ専門の裏ハローワーク、近江と同情会解散させた連中が甘い汁吸いまくってんでしょ。春日さんもその一人だな。あ、誰がそんなこと言ってんだ。んなヨタ話鵜呑みにすんじゃねえ。そう興奮しないで。でぶっちゃけどんくらい稼いでんの。元ヤクザを野放しにするとか迷惑なんすけど。両親は痛まないんすかね。邪魔だ。いってー。皆さん見ましたか、この凶暴性。これが春日一番の本性です。浜の英雄と呼ばれようが根っこはヤクザなんです。さらに彼の場合はヤクザを食い物にするヤクザ。任侠も仁義もあったもんじゃない。オッケー、カット。
カメラの前で暴力はまずかったよな、春日さん。今のがネットに流れたら大変だ。100万で買い取らせてやるよ。明日までに用意しな。呆れて物も言えねえよ。てめえの大根芝居を誰が信じるってんだ。そんなの映像を編集すりゃどうにでもなんだよ。お前が全力で俺を殴ったように見せることなんて朝飯前だ。勝手にしやがれ。いいのかお前、ただでさえ大炎上してんだ。これ以上油注いだら取り返しがつかねえぞ。大炎上？俺のどこが燃えてるってんだ。はあ？お前、自分がネットでなんて言われてるか知らねえのか？知らねえよ、ほとんど見ねえし。マジかよ、めんどくせえな。おい、見せてやれ。こんにちは、皆さん、タタラチャンネルへようこそ。早速ですが、今回の告発はこちら。この男、名前は春日一番。有名な元暴力団組員でして、4年前の極道大解散に深く関与し、一部界隈で浜の英雄などと言われています。こちらは横浜にあります正真正銘本物のハローワーク内。なんと春日一番は堂々とここの窓口業務をしており、向かいに座るのはこれまた元極道の男。なんだこりゃ。佐々木、一年も前のじゃねえか。春日一番が元極道に何か小声で指示しています。で、指示を受けたこの元極道がハローワークを出てどこに向かったかというと、コンビニ、ドラッグストア、ブランドショップとダミーの手まで用意して大量の万引きをしてるんです。おい待てよ、そうじゃねえ。で、春日がその商品を格安で買い取るっていう仕組みのようですね。当チャンネルが調べましたところ、この時は腕時計など200万円分を盗ませて、春日はそれをたった2万円で買い取っています。つまり仕事のない元ヤクザに盗みを働かせ、その転売でかなりの利益を上げてるってことですね。これが浜の英雄の裏、いや真の顔なのです。おい、何なんだこりゃ。てめえらがこれ作ったのか。知らねえのか、タタラチャンネルだよ。俺らから見りゃ神だ神。登録者数は500万。あんたタタラチャンネルに取り上げられるなんてすげえよ春日さん。ふざけんな、全部デタラメじゃねえか。デタラメって、いやいや、バッチリ証拠映像撮られちゃってんじゃん。そうか、なるほど。急にハロワクビにされたのもこいつのせいか。んなことより、俺たちが撮った動画本当に買い取らねえんだな。買うわけねえだろ。こっちとら後ろめたいことなんて何もしちゃいねえ。そいつは気の毒にな。じゃあ仕方ねえ、こいつには寝てもらって次のターゲットのとこ行くか。次のターゲット、誰だそれ。おい頼むぜ用心棒。何、こいつ殴ればいいの。そう、軽く気絶させるくらいでいいからよ。ああ、前みたいに半殺しにすんなよ。誰だお前。俺のネット仲間だよ。危ない撮影の時だけ協力してもらってんの。っていうか、ストリートファイト最強、格闘系の朝倉チャンネルって知らない？今人気爆発中なんだけどな。あ、そうだ、アサッチさ、今思いついたんだけど、この喧嘩も撮影していい？後でうちのチャンネルとのコラボ動画ってことにして流すのどう？いいよ別に、俺は殴れりゃいいから。よっしゃー、これでうちのチャンネルも一気にメジャーになんぞ。よし、
じゃあさっさと片付けて佐々木ってやつんとこ行くぞ。佐々木って、なんで佐々木が出てくんだよ。ああ、元横浜日渡し会の佐々木、もうとっくにネットで特定されてんだよ。あいつにも直撃インタビューかましてやるさ。ヤクザ辞めてネットで晒された今の気分はどうですかって。てめえ、この喧嘩と一緒に編集すれば500万再生超えも間違いねえぞ。マジでやめろ。あいつは今必死に人生立て直してんだ。こっから先は一歩も行かせねえ。いいよ、やろう。かかってきやがれ。俺の番だ。まだやりたいないや。どうしよう。どれ。よし、やるぜ。ガツンと行くぜ。ほら、俺の番だ。受けてみな。ガツンと行くぜ。敵なしだな。コツつかめたんじゃねえ。驚いた、強いなあんた。ありがとよ。そう睨むなよ。あんたに興味が湧いた。今度またやろう。こんなチンケな動画撮影とかなしの本気でな。ありゃただもんじゃねえな。タタラチャンネルでは引き続き綿密な取材のもと、世にはびこる悪事の数々を告発してまいります。タタラチャンネル。足立さん、ちょうど連絡しようと思ってたとこだ。実は。すまん、春日。うちの会社な、畳むことになっちまった。今ナンバも俺んとこに向かってる。急に首を言い渡されたそうだ。なんてこった。一体全体どうなってやがる。俺も春日と同じような感じだった。出勤したら急に上司に呼ばれて、今日限り来なくていいってよ。俺んとこには銀行から電話が来てな、融資を今回分で打ち切るって一方的に言われた。理由を聞いても、査定基準は企業秘密に該当するので明かせないの一点張りよ。ギリギリでやってきたからな。融資を打ち切られちゃ看板を下ろすより仕方がねえ。くそ。俺たち三人が急に職を失い、銀行から見放される。そんで春日につきまとい始めた妙な連中。まあ偶然なわけねえよな。やっぱ原因はこれか。タ
たたらひそか。こいつは一体何なんだい。いわゆる告発系ってジャンルの動画配信者だ。告発系？今やスマホのおかげで誰にでもスクープをものにする機会ができた。そういった動画をチャンネルで紹介するのが告発系だ。芸能人にやり捨てられた女が腹いせに証拠動画を送ることもあれば、正義感の強い政治家秘書が汚職を垂れ込むこともある。じゃあ写真週刊誌みたいなもんか。簡単に言えばそういうことだな。けど所詮は匿名性の強いネットで送られてくる情報だ。ガセネタも少なくね。そこがチャンネル主の腕の見せ所でよ。しっかり裏を取った上で信憑性の高いネタを紹介するチャンネルは人気になる。中でもこのタタラチャンネルは随一の信頼度と言われててな。過去にはこのチャンネルがきっかけで未解決事件が解決したこともある。今じゃ警察や政治家も欠かさず見てるって噂よ。だったら俺に関する告発、あれはなんだよ、とんだガセじゃねえか。そこがわからねえんだよな。タタラチャンネルが見抜けねえくらい巧妙に作り込まれた垂れ込みだったのかもしれねえ。垂れ込んだな。どこのどいつなんだ。それは絶対明かされないようになっててな。だからタタラにはでかい垂れ込みが持ち込まれるんだ。こいつが俺の動画を公開したのはいつだ。3日前だ。再生数は300万を超えてる。でタタラチャンネルが扱った以上、世間はそれを真実だと信じて疑わない。タタラってのに連絡は取れねえもんなのか。もちろん DM でメッセージを送ることはできるし、もう送った。今んとこ返信はないけどな。けど仮にタタラが動画を取り下げたところで後の祭りだ。一度ネットに上がったもんはあっという間にコピーが出回る。それにこの手の動画に飛びつく連中は鼻から真実なんて求めちゃいねえ。なんだよそりゃ。じゃあそいつらは何がしてんだ。叩いてもいい人間を探してるんだ。ストレス発散のためにな。罪もない人間を叩くわけにはいかないだろう。だけど悪人ならどんなに叩いても良心が痛まねえ。新時代のいじめみてえなもんだな。その一方で悪事の抑止力になることもある。俺らだって4年前青木亮の独白をネットにアップしたろ。あれで世間の風向きが変わった。その矛先が今度は自分たちにも向けられたってわけか。皮肉なもんだ。すまねえ足立さん。ナンバー、俺のせいだ。あ？俺の脇が甘かったせいでこんなことに。おい、あんたらの新しい人生を俺が台無しにしちまった。本当にすまねえ。まあおめえならそう考えるんだろうとはうすうす思ってたけどよ。なんで一番のせいになるんだよこのバカ。悪いのはどう考えたってデマばらまいたやつだろ。それに俺たちをなめんなって。これくらいの逆境これまで何度だって味わってきた。おうよ、ホームレスの時大雪の日に野宿したあの地獄に比べりゃこんなん極楽みてえなもんさ。これから何度だって這い上がってやるって。一番お前だってそうだろ。ナンバー、足立さん、すまねえ。けど元棒の社会復帰についちゃ支援ができなくなっちまう。まあ仕事の供給源も窓口もなくなっちまうわけだからな。情けねえ。おやっさんの意思を継ぐなんて息巻いといてこのざまかい。今我慢の時だ。それより明日からもお前を頼ってくるやつがいるだろう。そいつらには事の次第を伝えてやらねえとな。ああ
前さあ行くぜ。かかってきやがれ。よしやるぜ。金の出来じゃねえか。ところで、あの花屋でバイトしてるのか。すいません、明日のバイトは。ちょっと、あんたが春日さんか。浜の駆け込み寺の春日一番さん。ああよかった。あんたを頼れば仕事にありつけるって聞いてきたんだ。いや、それが俺は見ての通りヤクザ上がりでよ。嫁とガキが二人、上は来年小学校だ。俺のせいで散々苦労させちまったけど、せめてガキにはまっとうな暮らしをさせてやりたくてよ。あんたを頼れば俺みたいなのでもまっとうな職に就けるって聞いてきたんだ。頼む、仕事回しちゃくんねえか。すまねえ。は？実はよ、俺がここをクビになっちまって仕事紹介できなくなっちまったんだ。え？頼ってきてくれた奴にそれを知らせたくてここで待ってたんだ。本当にすまねえ。嘘だろ。俺はどこ行っても門前払いされて、もう首くくろうかって時にあんたの噂聞いてきたんだぞ。藁にもすがる気持ちでよ。なのにその本人がクビだ。あんたも職がねえってことか。そんなバカな話あるかよ。変な期待持たせやがって。人を置いてくるのもいい加減にしろよ。おい、すまねえ、本当にすまねえ。畜生が。ちょっと、春日さん。お疲れ様です。すみません、お騒がせしちまって。ああいや、あの申し訳ないんですけど、俺がもうここに勤めてないって張り紙とか出してもらえないですかね。多分俺のいない間に春日に用があるってやつが来ると思うんです。それってヤクザが来るってこと？元ヤクザです。お願いできますか。多分皆さんにご迷惑かけちまうと思うんで。分かった。こっちもそんな連中にホイホイ来られちゃ迷惑だからね。よろしくお願いします。それに君もこんなところにいたって決まったことは変わらないからね。何？喧嘩してたわけ？指揮試合でやめてくれるかな、そういうの。すいません、もう行きますって。佐々木どこ行くか事情説明しねえとな。てやがる。やってやろうじゃねえか。さっさと始めようぜ。俺の番だ。おい、おい、向かうところ敵なしだな。いらっしゃい。
ありがとうございました。春日さん、急に押しかけてすまねえ。実は足立さんから聞いてます。俺も今月いっぱいまでだって。すまねえ、俺が不甲斐ないばっかりに。いいんです。なんか逆に諦めがついたっていうか、人生全部やり直す覚悟で心を入れ替えて真面目にやり直してるつもりだったのに、これでしょ。神様ってやつはとことん俺のことが嫌いなんだなって。佐々木、大丈夫っすよ別に。俺より春日さんの方がよっぽどひでえ面してるじゃねえすか。いい夢見させてもらいました。それじゃあここを引き払う準備しないといけないんで。これからどうすっかな。カスがいるか。アダチだ。俺もいるぞ。アダチさんにナンバー？急に悪いな。今ちょっと時間あるか。時間だけは腐るほどあるよ。悪い、水しかねえけどいいかい。そいつはごちそうだ、いただこう。で、どうしたんだい。ちょっと気になることがあってな。お前、美咲には最近顔出してるか。なあ、その近所にはな、まだ俺を頼ってくるやつがいるかもしれねえからよ。で、どうだ、そういうやつに出くわしたか。最初の何日かは来てたけど、今全然だ。俺がもう当てにならねえって情報が広まったんじゃねえかな。そうか、けどそれだけじゃねえかもしれねえんだ。どういうことだよ。最近な、青龍会がきな臭い動きを見せてる。青龍会が？星野が死んで頭だった高部が会長になったのは知ってるよな。まあ組の序列から言えやそれが筋だもんな。その高部が今無所に入ってることは知ってるか。2年くらい前のことだ。いや、そうだったのか。ああ、だが問題はその後だ。最近になって東条会や近江から放り出された元ヤクザたちが青龍会の門をくぐってるらしい。それも10人20人って規模じゃ収まらねえ数でだ。え、それって要するに青龍会が組の兵隊を増やしているように見える。もちろん星野や高部がいりゃそんなことはしないだろう。だが星野会長は亡くなり
高部も服役中。ええ、トップが不在なのに乗じて清流会内部でよからぬ動きがあんのかもしれねえ。せっかく仇になろうとしてた奴らを清流会が極道に引き戻してるってことか。加えてもう一つ悪いニュースがある。は？どうやら佐々木も清流会に行ったらしいんだ。佐々木が？職をなくして相当こたえてたからな。仇としてやってくことを諦めちまった。その可能性は正直否定できねえ。佐々木が清流会に行ったって情報は確かなのか？うん、ホームレス村の馴染みからの情報だ。今の俺が言えたぎりじゃねえ、言えたぎりじゃねえけどよ、佐々木をまた極道に引きずり込むのを見過ごせねえ。あいつ敵としてやってこって腹くくったんだ、俺の目の前で。俺はあいつを助けて。まあそう言うだろうな、お前は。ふん。行くんだろ、清流会事務所。付き合うぜ。でもよ。放っておけねえのは俺たちも一緒だ。それに今の清流会が話の通じる相手かわからねえ。そんなとこにお前を一人で行かせると思うか。足立さん、ナンバー問答無用だ。パーティー再結成だな。久々に冒険と行こうぜ、勇者さんよ。お勇者か。となりゃあれがねえと閉まらねえよな。ほ、あれどこやったよ。あれ、あれだよ、あれ、勇者のバット。まさか捨てちゃいねえだろう。ああ、あれは確か。おい、なんだよありゃ。いや、物干し像がなくてよ。だからってあれ使うか。緊張感ねえなお前は。ああ、エモい空気が台無しだ。とだよ。たく、頼むぜ勇者様、頼りにしてんだからよ。お、よし、じゃあ出発するか。なあ、その前にちょっといいか。なんだよ。冒険に繰り出すにはまず装備を整えねえとよ。そのなりが似合ってる。何の因果かまたこのメンツで始まるんだな。こういうのをな、腐れんつんだ。正直言うとさ、俺は心のどっかでこの日を待ってたような気がするぜ。よっしゃ行こうぜ、ナンバー足立さん。世間様を浜の英雄と騒がせた俺たちだ。こうなりゃ誰にも止めらんねえぞ。おうよ、おっしゃ。ママ、あの人たち何してるの？あっち来なさい。しかし懐かしいな、そのバット。確か川の近くにぶっ刺さってたのを春日が抜いたんだったな。そうそう、俺と足立さんじゃ抜けなくてさ、こいつ選ばれし勇者だけ抜けるんだとか調子こいてよ。
これは勇者の聖剣だとか言ってたよな。ガキの頃から勇者に憧れてたとはいえ、こいつは頭大丈夫かって思ったもんだ。俺は今も変わらねえぜ。ふん、俺がこの世界を救う。ああそうそう、それだそれ。相変わらず決まってんな、勇者様は。おいおいおい、楽しそうなおっさん3人組だな。遊ぶ金貸してくれね。金ならないぜ、俺たちはいつだってな。こんな年頃のおっさんが3人もいて金がねえわけねえだろが。嘘ついてんじゃねえぞジジイども。ぶっ殺すぞ。おっさんがみんな金持ってると思ったら大間違いだぞ。おい勇者さん、その聖剣で久々にモンスター退治と行くか。そうだな、久々に行こうぜ。ナンバー、アダチさん。ゴー。調子のいい。さあ、手やりますか。の、おい、こいつら変身したよな。あ？何言ってんだお前。いや、こいつ確か昔も同じようなこと言ってなかったか。ああ、そうだった。なんだよ。まあいいや。頑張りますか。ほら、来いよ。来ねえのか。見さらせ。俺の番だ。やるのかよ。ガツンと行くぜ。行くか。痛めつけてやるよ。出番が来たな。よし、やるぜ。ふっ。え？おい。お。おう。ありがとうございました。あの、いえ、ん？お、へえ。こうやってみんなで立ち上がる日が来るとはな。最強のパーティー再びだな。その最強パーティーの中身は全員無職のおっさんだけどな。
細かいことはいいんだよ。俺にとっちゃ頼もしい仲間さ。それに無職だろうが心は勇者だ。胸張っていこうぜ。お前のそういう根拠ゼロでも前向きなところマジで尊敬するぜ。そんなに褒めるなって。別に褒めてねえよ。おめえらといると本当退屈しねえぜ。じゃあ決まっていこうぜ、勇者よ。おう。やってやろうじゃん。かかってきやがれ。頑張りますか。俺の番だ。行くか。この俺が相手になってやるぞ。よし、やるぜ。うん、出番が来たな。怖いの？必殺！次は俺だ。俺もまだまだ調子だぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。なあ、うないアナだよな。すげえ、本物の女子アナだ。生で見るとマジで美人だな。あ、どうもありがとうございます。ではちょっと待ってよ。ねえ、写真とか撮っていい？記念にさ。そんなことより彼氏と急いでますので。それでは。おいおい、芸能人気取りかよ、つれねえ。あんまり俺ら怒らせない。あの人、アナウンサーなのか。おい、お前ら、嫌がってるじゃねえか。え？嫌がってるなんてなんでわかんだよ。その子が喜んでるように見えんなら、それがてめえらが嫌がられる原因だな。だと、おっさん。俺らは女子アナとお近づきになりたいんだよ。てめえの悲鳴を聞くのが楽しみ。さっさと始めようぜ。俺の番だ。受けてみな。出番が来たな。次は俺だ。やるぜ。かかってこいや。ガツンと行くぜ。ご苦労さ。男だ。一人もできじゃねえか。もう動き人生これ成長。なんなんだよこのおっさん。まだやるか。やりません。はい。ありがとうございます。本当に助かりました。あんたアナウンサーなのか。はい、私 TBS アナウンサーの宇内梨沙と申します。俺は春日だ。
春日一番よろしくね。しかし有名人ってのは大変なんだな。いや有名だなんてそんな。この辺はどん底の街とか言われた。あ、はい。ラジオ。はい。俺。ぜひぜひ。どんな内容なんだ？ゲームとか映画。私も曜日パートナーとして私が出るときはゲ。へえ。ゲ？へえ。ちょっとヤバい人なのかしら。けど最近はゲーム。ぜひ。今日助けられた。じゃあな、うないさん。はい、ありがとうございました。ラジオか。あとスマホのアプリでも聞く。お、はい。ん？おお。そうか。ん？え？ふん。いや。へえ。の下に穴が見えるだろ。あれは入り口だ。こんなドブ川いつまで。もう限界だ。これ以上は泳げねえ。あの辺りから上がれそうだぜ。もう一踏ん張りで何番。本当にこんな下水道が清流会に通じてんのかよ。ああ間違いねえ。ただ怪しい連中が住み着いてるって噂もある。用心しろよ。調子いいぜ。おお。てめえの悲鳴を聞くから楽しみだ。よし、やるぜ。ほら、頑張りますか。見さらせ。どまれ。次は俺だ。逃がしゃしねえぜ。出番が来たな。出しゃ。来いわ。俺の番だ。ガツンと行くぜ。ほら。熱くてたまらん。行くか。
頑張りますか。必殺よし、上昇上昇。俺もまだ若いね。大人の渋みが出てきたぜ。うまいね。何見てやがる。すぐに楽にしてやるぜ。勝ちに行こうぜ。頑張りますか。必殺俺の番だ。やってやるじゃないか。おい、かかってきな。行くか。やりますか。ずりゃうわ、出番が来たな。ビビってんの。見さらせ。ガッチ。よし、やるぜ。頑張りますか。いやいや、俺の番だ。無理。ご苦労さ。みんなかよ。敵の勝ちだな。絶好調だ。こりゃうめえ。喧嘩させろや。元の生活には戻れると思うじゃねえか。よし、やるぜ。ガツンと行くぜ。出番が来たな。あたれ。行くか。おらよ。行くぜ。俺の番だ。くらえ。聞いたかよ。俺の勝ちつかめたんじゃねえか。してんのか。社会ってものを教えて。準備はできてるぜ。頑張りますか。見さらせ。ああ、どうかお恵みを。よし、やるぜ。受けてみな。出番が来たな。俺の番だ。無駄だよ。敵の勝ちやだな。
何なんです。どこにでも始めましょう。さあでやりますか。頑張りますか。よしやるぜ。ふざけないでください。出番が来たな。よいしょ。俺の番だ。ガツンと行くぜ。どんせい。やるのかよ。行くか。ほら早く。進みすぎてた。死なぁ。よし分かってきな。やるぜ。ほら。次は俺だ。悪くねえな。んでこれ。てめえの悲鳴を感じに行こうぜ。楽しみだ。よしやる。はい。次は出番が来たな。はい。次は俺だ。ふざけるなよ。黙らせてやる。俺の番だ。かかってこいや。受けてみな。頑張りますか。かかってきな。見さらせ。上昇。へへ、俺もまだ若いね。人生これ成長ってな。大人の渋みが出てきたぜ。
心も体もバッチグーよ。おう。おう。どうやらうまく忍び込めたみたいだな。ここは青龍会の中庭か。会長室は確かこの上だったよな。ああ、よく覚えてるぜ。懐かしいね。前に来た時もこの三人だったよな。おい、てめえら、どこから入ってきやがった。あらら、干渉に浸ってる場合じゃねえとよ。それじゃやるしかねえな。さあ気合い入れていこうぜ。足立さん、ナンバー。ちょうどイライラして勝ちに行こうぜ。よし、やるぜ。ガツンと行くぜ。潰れちまえ。ほら、こら、頑張りますか。必殺。すごいんじゃねえ調子だぜ。あれだけ派手に暴れたんだ。連中、血相変えて追ってくるぜ。こそこそ隠れる必要もなくなったってことだろ。このまま会長室まで突っ走るぞ。後で文句言うんじゃねえぞ。勝ちに行こうぜ。よし、やるぜ。こっち見ろ。やんのか。かかすぎる。おいおい。ん？どうした？受けてみな！頑張りますか。ほら、来いよ。こねえか。かかってこい。やろうぜ。俺来い。必殺。あっち、あっち。やるぜ。なんだ。はっち。次は俺だ。いつでもいいぜ。逃がしゃしねえぜ。俺の番だ。ガツンと行くぜ。ぶっ飛べ。おら、出番が来たな。せや、うそ、行くか。よし、やるぜ。次は俺だ。
出番が来たな。頑張りますか。やるじゃん。さっさと終わらせる。ほら、ほら。見たかよ、俺の活躍だったぜ。いけるじゃん。しびるんじゃねえぞ。やってやろうぜ。頑張りますか。よし、やるぜ。ふざけるな。回復しとかねえと。かかってこい。やんのか。やろうぜ。来ねえのか。おいおい、逃がしゃしねえぜ。回復だ。出番が来たな。必殺。受けてみな。くれ。いくか。よし、やるぜ。向かうところに行きなし。カツつかめたんじゃねえか。へへ、いっぱいやりたい気分だぜ。人生これ成長ってな。心も体もバッチグーよ。まだまだ余裕だぜ。開けてみるか。開いたぜ。
この清流会に土足で踏み込んだ落とし前、きっちりつけてもらわんとな。たく、会長室は目の前だってのに。おい、どうすんだ一番。ありゃ相当切れちまってるぜ。望むところよ。やっぱダンジョンの奥には手強いボスが待ち受けてねえとな。てめえの悲鳴を聞くのは勝ちに行こうぜ。ガツンと行くぜ。守りの家庭野郎だ。叩いて倒れねえ相手なら投げて。行くか。ズリア。受けてみな。出番が来たな。必殺。次は俺だ。黙らせてやる。だっか。俺の番だ。あれ、頑張りますか。見さらせ。あれ、でかいのが来そうだぜ。ズリア！やるぞ！やるぜ！出番が来たな。よいしょ！頑張りますか。やろうぜ。いつでもいいぜ。か
回復しとかねえと黙らせてやる。いや、カント、よし、やるぜ。出番が来たな。俺の番だ。死な。来やがれ。無茶できねえぞ。よっしゃ、勝利勝利。寿命縮んだぜ。よし、上昇上昇。俺もまだ若いね。大人の渋みが出てきたぜ。ここが会長室だったよな。ああ、気合い入れてくぞ。来週の定例までには話をつけておけ。ああ、先方の条件を飲んでいい。以上だな。では引き続きよろしく頼む。すみません、お待たせしました。高部会長の留守を預かっております。若頭の海老名と申します。はじめまして、春日一番さん。俺らのことは高部から聞いてるってとこかい。ええ、お噂は金がね。あいつは無所に入ってるんだったな。会長は三下の起こした事件で使用者責任を問われまして、お勤めが明けるのは2年ほど先になります。あんたさっき留守を預かってるって言ってたな。その割には見覚えがねえ。新参でして、清流会の門をくぐったのは大解散の後になります。それで今かしら。ずいぶんなスピード出世だな。あんた相当できるらしい。恐縮です。ですが前会長が亡くなり、大解散の混乱もありで人手不足だったというのが実情だと思っています。もっとはっきり言ってしまうと、金稼ぎがうまかったということに尽きると思います。ヤクザとしてはあまり堂々と言えた話じゃありませんが。謙虚さもバッチリだ。話を戻しましょう。高部会長からあなた方が清流会並びに偉人さんの恩人であると重々聞かされています。ご挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。盛大なお出迎え痛み入るぜ。うちは警備体制が徹底されていましてね、私が直接許可を出さない限り侵入者は無条件で排除されます。今回は春日さんのお姿を確認してから少し指示に時間がかかりました。もう少し融通きかねえのか。下手すりゃお互い怪我じゃ済まなかったとこだぜ。すぐに警備を解除すれば浜の英雄がどれほどのものか見れなかったでしょう。清流会を預かる身としては私も話し相手はそれなりに選ぶ必要があるんです。ご理解いただけますか。ま、押しかけてきたのは俺たちの方だ。ご理解するのが筋だろうよ。恐れ入ります。それより海老名さんよ、俺たちがここへ来たのは。存じ上げています。佐々木さんのことですよね。話が早くて助かるぜ。こいつはどこに向かってんだ。
山奥まで行ってそのまま埋められるとか。ご心配なく、向かっているのは港の倉庫です。佐々木の話するのになんで場所変える必要があるんだよ。百聞は一見にしかずと言います。4年前の大解散以来、清流会でも足を洗いたいという組員が現れ出しました。高部会長は彼らを積極的に足抜けさせようとしたんです。ですが、極道の社会復帰には大きな壁があります。元坊五年条項だな。ええ、あのルールがある以上、元坊はろくな仕事にありつけず、大半の者が路頭に迷う。そこで会長はまず組を抜けた人間が誰でも働ける職場作りから始めた。職場？ええ、間もなく到着しますよ。ハンピン・リューマンが使用していた倉庫を我々が買い取ったんです。そして世界中から運ばれてきたゴミがここに集まっている。ゴミ？ゴミといっても今春日さんがご想像しているようなものではありません。その国にあってはならないもの。例えば現職大統領の不倫の証拠や不正な金の移動履歴。学者にとっては美術品だが、とある組織にとっては破壊すべき負の遺産。そういった物を密かに保管するのがここのビジネスです。もし依頼人の要請があれば、ゴミは即刻物理的に処分もできます。つまり彼らは日本というこの島国で安全にゴミの扱いを先送りできるんです。バカでかい貸金庫みてえなもんってことか。ええ、金庫の外壁は鉛で覆われて X 線でも中を覗けません。内部は真空状態を維持して経年劣化を防いでいます。その分保管料は高くつきますが、それでも世界中から行き場のないゴミが次々と運ばれてくる。まったくヤクザってのはすごいしのぎを考えつくもんだな。こちらは清流会のしのぎではなく、フロント企業のビジネスです。つまりこれが組を抜けた者たちの職場？ええ、近江連合と東上会の大解散後、社会復帰できなかった元坊たちは再び極道に戻ろうとしています。5年ルールに屈した人間、ヤクザでしか生きられない人間。理由は様々ですが、その人数は推定で1万人以上。まだそんなにか。彼らが杯を求める先は清流会のような地方組織です。一つでも組織がある限り、どこまでも追いかけて杯を乞うでしょう。そこで高部会長は全国の地方組織と連携して一斉解散を計画していました。地方組織の一斉解散？広島の陽明連合、北海道の北方組、沖縄の流動一家、他にも多くの組織が水面下で調整を行っています。いわば第二次大解散です。これが成功した暁には、本当の意味で日本から極道がなくなるんです。私は会長の留守の間、その目的を粛々と進めているに過ぎません。あの高部がそんな風に動いていたなんてな。先の大解散と同じ鉄を踏まないためにも、極道たちに職場を用意してから第二次を決行する。そのためにあらゆるビジネスに進出しています。正直失敗するものもあるでしょう。でもなりふり構ってられません。目の前のやれることを
全力でやるだけです。第二次大解散は具体的にはいつやるつもりなんだ。木が熟したら。今はそうとしか言えません。初対面の俺らにここまで話してくれたんだ。十分だよ。感謝するぜ。春日さん、それに足立さん、あなた方の元坊への社会復帰支援についてはかねてより存じ上げています。もちろん現状の窮状についてもですが、我々の目指すところは同じはずです。荒川真澄の意思、ヤクザ者たちを一人残らず社会復帰させるという途方もない夢、それをどうか我々に預けていただけませんか。春日さん、足立さん、佐々木、やっぱりおめえもここに来てたんだな。すみません、俺正直言うと清流会には杯もらうつもりで門をくぐったんです。でも海老名さんは肩着のままでいいって。謝ることなんてねえよ。お前がいいならそれでいいじゃねえか。佐々木さんは我々が責任持って面倒見させていただきます。よろしいでしょうか。正直こんなドーンとやってくれんなら、俺らが細々やってきたことは何だったんだって気もする。でもよ、海老名さん、あんたと清流会の志本当にありがてえ。俺なんかがこんな言い方偉そうだけどよ、どうか世間で路頭に迷ってる奴ら救ってやってくれねえか。ええ、もちろん、確かに受けたまわりました。春日さん、ん、もしまだお時間ありましたら会っていただきたい人がいます。俺に？いや別に時間はいくらでもあるけどよ。ありがとうございます。では今呼びに行かせますので。その必要はない。おっと、すでにおいででしたか。まさか。久しぶりだな、一。沢城の頭。